松潤さん、二つの心、いいですね。なんかね、松潤さんの曲みたいに聞こえますね。こういうふうに毎日松潤さんのピアノ弾き語りをね、聞いていると、尾崎豊さんの曲だということも、まあ、もちろんね、忘れてはいませんけども、これ松潤さんの曲でもいいんじゃないかなみたいにね、感情移入しちゃいますね。はい、すっかり私も見せられたわけなんですけども、じゃあ今回ね、タイトルの方をちょっと工夫していただきました。まあ、これはね、これからもいろんな動画をアップする際に、タイトルって誰に向けているのかっていうことを想像しながら書くものですから、まさにね、この2つの心っていうのも尾崎豊さんが誰に向けて書いたのかなとかね、そしてそれを受け取った視聴者さんが、ファンの方が誰と誰の心っていうふうに置き換えてやるのかっていうことでね、まあ、とっても心がじんとして、まさに感動移入するような、そんな歌詞だなと。そしてその歌詞に載せたような優しいメロディーだなと思いましたね。はい、それではね、いろんな動画量産していただいている中で、まあ、4.8 個動画を上げると1人チャンネル登録が増えるってことなんで、じゃあこれから50個動画を作ると10人増えるのかなっていうふうな計算が成り立ちますよね。でもこのペースっていうのは変えることができます。そうなんですよ、動画のちょっとした工夫で 4.8 個に1人だったものが、もしかしてね、2つで1個の視聴者さん、1人の視聴者さんになるかもしれません。私の方も今ね、動画をたくさん作ってますけども、視聴者さんが増えやすい動画ってあるんですよ。そういうのが自分の発信の中で見つかっていきます。ですんでね、いろんな YouTube の攻略法とかデータってあるんですけども、一番当てになるのは自分のやってきたことの中から数字を洗うことなんですよね。まあ、ですんでこれはね、発信者 YouTube で、まあ、何がしかの軸を立てたい方っていうのは、ビジネスにしろ生計を立てるにしても、このね、自分の行動の中から実績を洗うってことは、これからね、やっていかなくてはならないと思います。ちょっと作業が増えますけども、アナリティクスってやつをね、これからも活用していっていただいたりとか、ちょっとした計算式を用いてですね、今日動画を10個作ったけども、その結果どうなったかなっていうのをね、一つ一つ見ていくことによって、次の動画作りに生かしていくっていうね、まあ、まさにね、ビジネス的な YouTube の作り方がちょっとだけ入ってくるわけなんですけども、この辺も一緒に学んでいけたらなと思います。さあ、ところでね、今回はちょっとね、松潤さんに提案があるんですよ。それは、12月に入って、しばらくするとね、松潤さんも、まあ、いよいよ速稼塾の方にね、正式に、ご入塾されるということで、前回、ご決断いただきましたけども、この日にね、もしくはこの日の前の日かなんかに、なんかね、対談ライブみたいなのができないかなと思うんですよ。で、その中でやることっていうのは、ちょっとまだ決めてないんですけども、まあ、私が基本的に松潤さんにクエスチョンをしながら、紹介動画を作っていくって形ですよね。で、そうですね、その、まあ、対談の中で一曲披露していただければもっといいんですけども、そうじゃなくてもね、それをきっかけに速稼塾という、すでに塾生さんでいらっしゃる方が松潤さんを知るきっかけになり、松潤さんのファンになり、もしかしたら松潤さんの商品を買うかもしれないなっていうところが見えてくるわけですよね。まあ、どちらにしても曲を表現する、何がしかのコンテンツを提供するってことは、それを受け取ってもらう人を想定しているわけなんですけども、私でお力になれるのは、松潤さんに興味のある人をどんどんね、こう、まあ、お知らせしていくっていうかね、松潤さんのお住まいのところにも速稼塾の塾生さんいらっしゃると思いますので、できればそこでね、新しい人間関係が生まれたりとか、コンサートやるよって言ったらね、こう人が集まってくれたりとか、まあ、最近はなかなかリアルコンサート難しいんで、松潤さんが今度はね、6畳のピアノマン、6畳のコンサートをやりますと、無観客試合です、でもインターネットで見ることができますみたいな感じで、一人でも多くの方にね、曲や真心を届けることができればいいんじゃないかなというふうに感じてます。まあ、この辺ね、どのように考えていらっしゃるか、まあ、またお考えいただければと思うんですけどね。私もね、今後はね、速稼塾の中に松潤さんの曲をどんどん紹介していったりとか、あとね、自分の曲を作ってくださいみたいな、この歌詞に曲を載せてくださいみたいな、そんな、なんか、面白い試みもできるんじゃないかなと思いますよね。もちろん松潤さんのこれが商品になるとも思いますしね、音楽が商品になるっていうのはそういうことかなと思うんですよ。まあ、ちょっと考えていただければなと思います。そうですね、まあ、楽しみですね。曲のリクエストもそうなんですけども、この、なんですか、詩に曲をつけてくださいみたいなのも面白かったりするんじゃないかなと思いますよね。あと松潤さんの CD とかも紹介できればいいかなと思いますので、その辺も準備しておいてください。それでは本日は以上です。ありがとうございました。